はい、同人生活ですということで、続きからやっていきましょう。はい、今回のミッションはまず象を押して、1階にあるヘビを押して、最後にどっかにあるイーグルを探さないといけないらしいんだけど、イーグルがどこにあるかなんだよね問題は。回そう、先に回しとこう。あれっていうか、むしろこれ飛び移っていけ、あーやばいやばいやばい、あぶば、あもう変なところに乗っちゃったじゃん。完全にこれ積んでるよ、やっちゃったね。降りるしかないかこれ、バイバイ最悪やー、完全に最悪なやつだこれ。この記号近くで見たような。はいはい、ヘビはここだろなあ。で、あげます。ほんとイーグルはどこ？あれか！これか？ここはゾウでしょ？あー、なるほど。はいはいはい、わかりました。イーグルかどうかは定かじゃないけど。オッケーオッケー。あ、そう回るか。逆に回してくれてもいいのよ。逆に回してもいいのよ、これ。で、最後にあそこを押すと。なるほどね。はい。で、下げるのはこっちか。よし。で、まず象をゲット。蛇はどこだ？真後ろか。で、最後のイーグルは、あ、そのまま上登ればいいのか。オッケー。楽勝だね。で、これで、下げます。で、ヘビゲット。ヘビ取って、で、登ります。危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。このジャンプボタンとアクションボタン一緒にするのマジやめてほしいな。で、もう一個、もう一個。で、これで、多分上に、ここに行けるから、で、これを押せば、いけるんじゃない？早く起動させて。おう！開いたよ。え？なんだこれ？人面竜みたいなのが、人面竜みたいなのが出てきたけど。じゃなくてさ、俺、あそこの宝を取りに行きたいんだけど、これ。ね、完全にジャンプしろって話なの？いいや、じゃあ。また死ぬの嫌だし。めんどくさい。殺してやれ。これも仕事のうちかよ。まあ、こっちから行けるかもしんないしね。トゥルトゥン。おら！銃弾をよこせ。あ。おう。なんか懐中電灯役に立ってないこれ。相手、お相手さんちょっとこっち見えてないよこれ。いいんじゃないこれ。おお、いいねいいね、すごい強い。懐中電灯ついてるだけでこんな強いのか、すげえな。懐中電灯様々だけど、 あれまた回すやつか。ほらほら、眩しいだろ。
よし、オッケー。なるほど、最後にこのイーグルを押すと。おわー、なんだなんだ、え、死んだ、え、なんでなんでやねん。ボタンなんて大嫌いだって言うから。よし、もう一回ライトつけよう。ドゥドゥルドゥドゥンドゥドゥルドゥン。痛いよ、普通に痛いよ。撃たれてる人の気持ちも考えよう。やばいやばいやばい。弾切れだ。やばいやばいやばい、こんなのやばい。ちょっと逃げよう。リロード。ショットガンを持っていこう。 OK、 よし、 OK、 リロード。じゃあこいつを使うか。殴りで一撃で死ぬの？そんな、さっきめっちゃいい感じで進んでたのに、なんか急に雑魚になったな。これも仕事のうちだ。まあ、諦めてやってくれ。あぶれー。120発、すごいけど。弾の数すごいけど。よし、リロード。よし、倒した。死んだ。うん、すごい飛んだな。勝手に死体が跳ね飛びましたけど、俺のせいじゃないですよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、 OK、 よいしょ。最後にこれイーグル押すんじゃないのかな。なんだろう、なんで違うのかな。こっち、うん、何、え、あ、しゃがむの、え、これやばくね。またボタンか。ボタンなんか大嫌いだ。これ順番わかんないわ。ちょっとノート見てみよう。そっかーみたいな。あー、そっかーみたいな感じだけど。よいしょ。当たんねえし、ナイフが当たんない。ナイフが当たんないふ。ほら、死ぬがいい。よし。痛い、普通に痛い、普通に痛いから。トゥートゥルトゥー。オッケー。どうやら敵を全部、神殿の光の形にそっくりじゃないか。これ光に反応するのかな。またしないな。一体何をどうすればいいんだこれは。でもあっちのボタンを先に押したら死んだから、ヘビじゃない方のボタンを先に押したら死なない可能性がある。あ、これか。お、回ってる。なんだ、お、上上がってきた。上がってみよう。ほいほい。で、おお、自動で上がっていくね。エレベーターかい。イエーイ。
お、夕暮れから闇へ。ということで、どうやら、マヤの神殿の第一ゲートを突破したみたいですね。ほい。ということで、今回はこの辺りでやめておきましょう。それでは続きはまた次回。またな。